赤城山は黒城山、駒ヶ岳、地蔵岳、荒山、鍋割山、鈴ヶ岳、長七郎山などの山々の総称で赤城七山とも呼ばれています。赤い星印の無料駐車場に車を止めて、赤城七山のうちの駒ヶ岳から黒城山の順番で紅葉を見て回ることにしました。朝もやが発生しています。こんな日の日中は快晴になることが多いそうです。大沼の朝もやに虹がかかっていました。7時50分、気温は8度です。駒ヶ岳への登り口です。ところどころ紅葉が残っています。秋になると木々は葉っぱからタンパク質を回収し、冬支度を始めます。そのタンパク質の回収の過程で葉っぱが赤や黄色になっていくのが紅葉なのだそうです。地元の方のお話によると、今年は暑さが長引いたせいで紅葉する前に散ってしまったということでした。岩だらけで登るのが大変です。開けた場所に出てきました。
駒ヶ岳山頂まであと200メートルです。駒ヶ岳の山頂、1685メートルに着きました。黒尾山、1828メートルが見えます。駒ヶ岳から一旦下って黒尾山に向かいます。メギです。別名小鳥止まらず、鎧同士、茎や根を煎じて洗顔薬に利用されていたのでメギの名になったそうです。岳看板です。別名は数多く、その一つに蘇牛看板があり、剥がした樹皮に蘇牛のように文字が書けることに由来するそうです。黒尾山の山頂です。黒尾山神社の鳥居です。黒尾山から大沼に降りていきます。
黒尾山からの下りは傾斜が急で、疲れている時は要注意です。大沼のほとりまで降りてきました。下まで降りてくると紅葉が見ごろです。大沼の霧はなくなっています。